今日はチャンピオンズリーグ準決勝のファーストレグをお送りします。決勝進出への重圧がかかる中、力を出せるのはどちらのチームでしょうか。アトレチコマドリードがポルトの一戦です。サッカーファンの皆さん、こんばんは。サッカー中継の時間がやってきました。この試合への期待の大きさがスタジアムのサポーターからもひしひしと伝わってきています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのは準決勝のファーストレグ、アトレチコマドリードがポルトを相手にします。遠路はるばるやってきたアウェーサポーターの大声援からも、この準決勝ファーストレグにかける思いが分かりますね。ホームチームが有利と言われていますから、少しでも選手たちの力になりたい気持ちが表れているんでしょう。果たしてその思いが通じるでしょうか。さて、アトレチコマドリードがUEFAチャンピオンズリーグの準決勝に臨みます。大舞台での一戦となりました。この大会では何度も激しい戦いを繰り広げてきたクラブです。悲願の優勝のためにも、ここは何としても勝ち上がりたいと思っているでしょう。選手たちは魂のこもったプレーを見せてくれるはずです。こちらがアトレチコマドリードの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。こちらも 4-4-2 のフォーメーションです。さあ、キックオフです。UEFAチャンピオンズリーグ準決勝のファーストレグがスタートしました。サウル・ニエス、ボールはワイナルドゥム。アトレチコマドリーにチャンスが来ました。チャンスになりそうでしたが、攻撃は阻止され、ボールは相手に渡りました。このパスはカットされます。勝ち越したい。止めます。このボールはコーナーキックになりました。ショートコーナー、中にクロスが入った。期待の持てる展開にも見えましたが、ここまで。ジョアン・フェリックス、前でインターセプトした。ドリブルでボールを前へ。ボールがフリーになりました。アドバンテージが FC ポルトに取られています。ディフェンダーのインターセプト。ジョアン・フェリックス、相手に渡ります。パスを返す。ボールは相手に渡ります。狙った。鋭いシュートはわずかに枠の外へ逸れていきました。強く打った分だけ精度を欠いていましたね。ただ狙いは良かったと思います。プレーが止まります。主審がイエローカードに手を伸ばしました。少し危険なプレーに見えましたから、妥当な判断かもしれません。
味方に合いません。キーパーが難なく処理しました。このボールは相手にクリアされました。ジェラール・モレノ、ここはボールを奪取しました。いいカットです。ボールを奪いました。ここで攻守が入れ替わります。ここは突破を狙う。しっかりとクリアして相手の得点チャンスを阻みました。これはよく見ていた。さあどうする。またもピンチか。決まった。ゴールだ。チームは先制点を挙げたことでこの準決勝をリードしました。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。サウル・ニエス、スアレス、スアレスがボールを運ぶ。ディフェンダーを抜いた。ボールの動きが激しい。ポルトがここまで来ました。ディフェンス集中しないといけませんよ。ここはシュート入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。あえてニアポスト側にシュートしてきたようですが、問題はキーパーですよね。あのコースは反応できたんじゃないでしょうか。うまく読んだインターセプト。タッチライン際を上がれそうです。中央にクロス入ればハットトリック達成でしたが、枠には行きませんでした。まあこの様子だとまだチャンスはありそうですよ。キングスレイ・コマン、ジョアン・フェリックス、スアレスのところに行きました。ゴールの予感のある形になってきました。アトレチコマドリー、シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。パスが通りません。前半が終了しました。ウェファーチャンピオンズリーグ準決勝ファーストレグ後半戦のスタートです。ホセマリア・ヒメレス、ヘオルヒニオ・ワイナルドゥム、ジェラール・モレノ、スワル、おっとこれは面白い。このシュートはうまくブロックしました。コマン、ワイナルデム、難しいシュートでしたが枠を外れます。スペースへのボール、
面白いボールが出た。狙ってくるか。このゴールでハットトリック達成です。リプレーが出ます。スルーパス1本で決定的なチャンスを作りました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。アトレティコマドリードがボールを失いました。切り込んでいきます。ポルト突破した。ゴールゲット。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。この試合に関しては力の差が出てしまっています。中盤でボールをカットしました。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。ゴールに迫ります。ポルトドン。絶好のチャンスを逃してしまいました。あんな近くから外すのは残念ですね。監督も悔しがっているところでしょう。パスをつないできましたが、ここで奪われました。ゴールを見る。攻撃を断ち切れていない。オブラクのファインセーブ。1対1を止めました。ゴールが決まったかと思いましたが、結局キーパーが抑えました。最初のセーブが素晴らしかったですね。ルイス・スアレス。スアレスがボールを運ぶ。打ってきましたが大きく外れてしまっています。どちらもここで選手の交代があるようです。抜いた。周りを確認したい。守りきれるか。厳しいタックル。いや危ない。目の前にスペースがあるようです。サイドをえぐって中を見る。綺麗なタックルです。ジェラール・モレノ。カウンターのチャンスが巡ってきた。この展開を予想するのは、シュートまで持っていきたい。入った。ゴール。ポルト。リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。そしてこのシュート。2対1の場面を作った時点で勝負ありでしたね。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。さあどうだ。止めた。ボールが転がる。ゴールラインを割ってコーナーです。中に入れた。危ない場面もディフェンスがクリア。スローインでの再開になります。このスローインはうまくいきません。ボールをキープできませんでした。相手の裏を狙うロングパス。裏へ通る。角度がないところでしたが、惜しいシュートになりました。狙わない方が良かったかもしれませんが、もう少しで決まりそうでしたね。試合終了。ファーストレグを制したのはアウェーチームです。これだけの大差をつけると